どうだ、もう一度やってみるか。ええ、やりましょう。いつでもいいぞ。描かれた女性の絵はヒンボルの年代から見て太陽の女王ではないだろうか。卑弥呼ってこと？サムが聞いたら大喜びね。はあ、間違いない。卑弥呼は権力者だとか自然を操ったとさえ言われているほどだからな。女がそんな力を振るおうものなら魔女扱いされるのがオチよ。どんなに不条理であろうと可能性を除外してはならない。世界にはまだ知り得ぬことが溢れている。父も同じこと言ってた。すごい発見かもしれないぞ。生きて帰れればでしょ。これはまさに卑弥呼だ。でも見て、食器にろうそく、今も信仰されてるってこと？この島はかつて邪馬台国の一部だった。君の言った通りだ。失われた国？伝説の地だよ。でもこれは現実で神話の世界なんかじゃない。そうとも、これで一生安泰だ。来い、今すぐだ。仲間が怪我してる。こいつらのせいよ。下がって。信用できない。銃を持ってるでしょ。面倒は避けたい。そんな、従おう。なんで？その代わり、後で君たちの指導者に会わせてくれ。どういうつもり？いいから。やめて。に任せろ。ダメ。待て。やめろ。離して。黙って従うんだ。言う通りにしよう。銃をよこせ。行くぞ。何者なの？私たちをどうする気？ララ、面倒を起こすようなら殺せ。乱暴しないでお願い。黙れと言っただろ。いい女だ。俺の妹に似てる。ララに触るな。やめろ。ララ、逃げろ。やめて、お願い。捕らえろ。逃がすな。お前はそこを動くな。全員殺せ。静かにしないと。ああ、分かった。あそこだ。静かにしないと。分かった。どうした？もう一人逃げた。早く探せ。もう一人見つけたぞ。悪い奴らだ。ほとんど殺すしかないね。シンエルが入ると思ったのね。了解だ。いつまで隠れているつもりだ。見つからないと思っているのか。逃がしはしない。おい、さっさと出てこい。グズグズするな。隠れてる無駄だ。Oh!
おい、さっさと出てこい。グズグズするな。隠れても無駄だ。聞こえるか？ロス、遺跡から煙が出てるようだが大丈夫か？ロス、あの人たち人を殺してるの。なんだって？あの男たち何が目的なの？私も襲われて相手を殺しちゃった。大丈夫か？
あっけなさすぎて怖いくらい。みんなにも気をつけるように伝えて。余計な心配はするな。今はここへたどり着くことだけ考えるんだ。分かった。数字、座標か何か。まるで誰かに見つけて欲しかったみたい。悪夢ならいつかは覚めるけど、この島の悪夢には終わりがない。つまりこれは現実ってこと。この島にいるのも現実なら、私のしてることも現実。ダメだ。今はいくら考えても何の助けにもならない。みんなはどうしたんだろう。どうか無事でいてくれればいいけど。きっと大丈夫よね。この島で何が起きてるのか見当もつかないけど、ロスがきっと帰る方法を見つけてくれるはず。詳しいことは今夜わかる。下は血の海だったぞ。何せ仕切ってんのがウラジミールだからな。奴はすぐ殺したがる。アザーマサイアスは何て言ったんだ。お咎めなしだ。ロシア人とは付き合いが長い。信用してんだろ。だからって規則破っていいのかよ。奴らが規則を作るんだよ。お前は黙ってしてなってろ。下の様子を見てくるぞ。助けを頼む。
行けど。なんだ、静かにしろ。お前ら、そっちを探せ。了解。島に流れ着いてから何日も。登るしかない。足の怪我がひどい。なに、見た目が派手なだけだ。な、みんなから連絡は。ちょっと、どこ行く気。狼にバッグを取られた。送信機もあの中に入ってる。あれがないと助けを呼ぶこともできない。でも傷口を消毒しないと。痛み止めは全部バッグの中だ。そんな。肩を貸してくれ。ちょっと待って、ダメ、待ってよ。ちょっとやめて、冗談やめてってば。脈はある。
バッグはきっとあっちね。